マイナス5エフラマイナス5は第二次世界大戦時ソ連のラボーチキン設計局が開発した単発単用の戦闘機である。独ソ戦中盤に老能赤軍の主力戦闘機を務めた。約マイナス1等のソ連製の新世代戦闘機はすべて機麗エンジンを搭載していたが、これは当局の方針というわけではなく、たまたま開発時のエンジン事情によるものであった。 しかし1941年夏になると優秀な空冷エンジン供給の目途が立ったので、すべての新型戦闘機に空冷エンジンを搭載した改造型の製作が命令され、ラグマイナス3にも改造が指示された。もちろんエンジンのすげ替えは容易ではなく、取り付け部の改造だけではなく、重心や水力中心、補機類の取り付け位置など、相当厄介な問題が出てくる。 しかしラボーチキンはこれを1941年12月には解決し試験飛行にこぎつけている。その結果は満足いくもので速度上昇力ともに大幅な改善が見られたのである。しかしラグマイナス3の悪壁がすべて改善されたわけではなく離着陸性能は相変わらず悪く事故が頻発し、航続距離も短く増装もあったがフェリーにしか使えなかった。 このためスターリンがラボーチキンを呼びつけじきじに改善を迫ったという。ラマイナス後の最初の実戦部隊は翌年9月に編成され、スターリングラード攻防戦に投入された。そこでその性能を遺憾なく発揮した。低空での機動性はこれまでのすべての機体をしのいでおり、操縦には機敏に反応し、失速からの回復も容易で、 低速でのループやインメルマンターンも可能であった。ラマイナス5が多数前線に登場したのは大体1943年のクルスク海戦の頃と言われる。また基本性能向上のためエンジンの換装が何度か行われている。ラマイナス5の生産は1944年末に終了し、総生産数は9920機である。後継機としては ラマイナス7が生産された。短期運転するラマイナス 5FN ラマイナス5最初の生産型。種別オフアッシュマイナス82搭載。ラマイナス5開発動機を種別オフアッシュマイナス 82F に換装。最高速度が高度6200メートルで時速590キロメートルと時速10キロメートル向上している。ラマイナス 5FN 発動機を種別オフアッシュマイナス82 FN に感想。b f 1 0 9 g 2と遜色ない性能になった。ラマイナス5複座の練習機型。種別オフアッシュマイナス82ラマイナス 5FN。ありがとうございます。